皆さん、青森県青森市はどのようなイメージがありますか？雪が降る、りんごが有名、確かに当てはまりますが、実は綺麗な街に美しい景色を持つ港湾都市でした。今日はその様子を散策しながら映していきます。よろしくお願いします。動画の流れは以下の順でやっていきます。目次も概要欄にありますので、ぜひ参考にしてください。それでは行きましょう。青森駅の乗り入れはまず青森鉄道。東北新幹線開業後、第三セクター方式になった路線です。青森・盛岡間のうち、青森県内は青森鉄道が運営してまして、岩手県内は IGR 岩手銀河鉄道が運営してます。他には奥羽本線、福島駅から東北地方の山間部を通り、山形県、秋田県を経由する路線です。この奥羽本線には臨時快速電車が出てまして、リゾート白神、また五能線クルージングトレインも走ってます。田園風景から日本海の海岸線や絶景を楽しめる路線とのことです。下の概要欄にその県の分かりやすい鉄道ブログサイトを見つけましたので、リンク貼っておきました。その他津軽線、青森駅と県内にある民間屋駅を結ぶ路線です。途中蟹田駅を経由します。以上が青森駅の主な乗り入れ路線なんですけども、今現在青森駅が工事中です。駅舎は一部新しくなってますけど、まだまだ未完成な状態なんで、今後のちょっとね、展開が楽しみです。それでは青森駅の改札口を出ていきましょう。ちなみに青森駅は改札に入ると売店がないので注意してください。工事中だからかもしれませんけどね。はい、まず市街地と反対側の西口を結ぶ通路です。いや、非常に綺麗なコンコースになってますね。ひとまずね、その西口の様子を見ていきましょう。はい、市街地とは反対方向の西口出口に今出ました。風景はこのような感じでね、工事中の風景が広がってます。最近できたのかよくわかんないですけど、新しい建物もあります。ひとまず西口駅前広場の整備に着手するとのことで、これからここの外観も変わると思います。次回青森に来るときはね、とても楽しみです。工事中の風景を映してもね、あんまり面白みがないので、それでは市街地方向東口に向かいたいと思います。東口側方面も工事中になってまして、今後の青森駅完成が非常に楽しみかと思われます。はい、今こちらから出てきました。それでは市街地の様子がどんな風になっているか見てください。まずこちらの建物がありまして、ガラス張りのビルがあります。こちらラビナという青森駅の駅ビルがあります。中に入ると商業施設が結構ね、充実している感じがあります。ラビナの1階には飲食店がいくつかありまして、奥にはリンゴマークの看板のお店、青森リンゴシェイク、ソフトクリーム屋さんがあったり、そのお隣には立ち食いそばどころ津軽というお店がありました。ちょっとメニューを見てみましょう。普通のお蕎麦屋さんのメニューって感じですが、津軽そばは煮干しだしのお蕎麦みたいです。注文した山菜そばですが、塩気が少なく、優しい味がして、とても美味しかったです。はい、それでは青森駅の市街地がどのような感じになっているかカメラを回していきます。このように綺麗な建物が立ち並んだ落ち着いた都市の雰囲気が出てます。正面のこちらミッドライフタワーと呼ばれてます。テナントもいくつか入った建物で、上はマンションとなっているみたいです。その他はいくつか商業施設や東横インビジネスホテルがあったりしまして、このような外観となってます。はい、それでは駅の正面からメイン通り、新松通りというんですけど、そこを歩いていきたいと思います。で、今右側にあるのが先ほど紹介したミッドライフタワーですね。で、ここのアーケード街をちょっとまっすぐ歩いていきたいと思います。はい、吉野家があったりとか山内農場があったり、奥には魚民もあります。このようにチェーン店があるのはね、市街地だと当たり前になるとは思うんですけど、でこちら幼いという店があります。まだ開店前でしたが、以前青森に来た時にここのホタテを使った料理がね、とても美味しかった思い出があります。結構おすすめのお店です。青森市街地もこのようになかなか栄えている雰囲気が出てます。で、奥には何やらカラフルな建物がありますね。ちょっと近くまで行ってみましょう。こちらアウガという施設で、食料品店、飲食店、公共施設の複合ビルになってます。すごいカラフルで目立ちますよね。こちらは先ほどのミッドライフタワーと同様に再開発の一環として整備されました。動画では映してないんですけど、駅前の青森駅前公園もそのようになります。再開発の発端は東北新幹線の新青森駅延伸で、既存の中心街が衰退するのを防ぐためだったみたいです。はい、せっかく来ましたので建物の中にちょっと入りたいと思います。中はとても広くて、いろんな通りがあって、そこにお店があります。生ものだけじゃなくて、このように乾物屋さんもあったりと、様々な、海の幸を楽しめるような商店になってます。ここは青森に来たら外せないスポットかと思います。本日は平日だったので、少しね、閑散としてます。はい、今アウガの建物から出たところにいまして、カメラを回すとこちら郷土料理とね、すごい分かりやすい看板の居酒屋があります。でも見るからに地酒の樽もあって豊富そうなので一目瞭然ですよね。まあこのようなところがあるって感じをお伝えしておきます。あとアウガの道路を挟んで、こちらビルがありまして、海鮮丼ですね、あと八戸せんべい汁定食とか、他にもいろいろとね、青森のグルメを堪能できる美味しそうなお店がありました。弁慶というお店で、お店の正面まで来ましたけど、メニューも豊富でとても美味しそうです。地元ではね、おそらく有名なのかもしれないです。はい、それではさらにアーケード街の新町通りをまっすぐ進んでいこうと思います。途中このようになんかおしゃれな感じの広場がありまして、イタリアン料理屋さんとかですね、奥にもいろんな飲食店があります。こちらホテルだと思うんですけども、ちょっとヨーロッパ風の建物な感じですね。で、下にはドトールコーヒーとか、あと大田屋が入ってます。さらにまっすぐ進んでいきますと、右側に建物がありまして、こちら桜の百貨店というみたいですね。結構にぎわってる感じがあります。青森が本店で、あと弘前と八戸、岩手だと北上店があるみたいです。はい、さらにまっすぐ進みますと、こちらの交差点を今度右側の方に曲がってみようと思います。はい、その前に今来た道を映してるんですけど、こう見ると青森市って結構市街地が賑やかで栄えてる様子が分かったかと思います。しかもね、建物が比較的綺麗な感じが、印象的でした。それではこちら八甲通りという通りを歩いていこうと思います。途中カフェと右側にはアップルパイのお店があります。この2つのお店は中でつながってます。ここで休憩をしました。はい、このように、カシスアップルパイっていうのと、アイスコーヒーを頼みました。いや、めちゃくちゃうまかったですね。しかもこちらね、外でもこういう風に食べれますので、とてもね、おすすめのお店です。もう青森といったらね、リンゴが超有名なのは皆さんご存知だと思うんですけど、このように通りにはね、リンゴの木がありました。少しね、実がなってますね。まさかこのような通りでね、リンゴが見れるとは思いもしなかったです。実が小さくて可愛らしい感じがあります。このようにね、下にもちょっと落ちてる実もありました。さらに八甲通りをまっすぐ進んでいきますと、青森の行政地区があります。警察本部とか、あと青森県庁があります。このように建物と建物をつなぐスカイウォークみたいなのが今見えましたね。とっても立派な構造をしてます。はい、で、先ほどの八甲通りからちょっと入ったところにこちらセブンイレブンがありまして、その裏側に公園があります。こちら青い森公園と言います。ちなみに、海側には青い海公園というのがありまして、駅前は青森駅前公園という風な名前になってます。ちょっと名前のニュアンスが似てるので一応お伝えしておきます。このようにバラが咲いてたりとかですね、他にもいくつか植物が咲いてました。とてもね、雪国とあまり思えないぐらいの光景です。まあ季節がね、夏だからっていうのもあるとは思うんですけど、このように青森市は公園が結構充実している都市なので、観光の際とかね、ぜひいろいろ回ってみると良いかと思います。このようにね、美しい公園の作りになってます。それではちょっと公園を抜けて道路側に出たいと思います。はい、道路に出ますとこちら標識があります。国道4号と7号の分岐点と書かれてます。要は国道4号がここで終点ということになるんですね。東京の日本橋まで740キロと書かれてます。いやー、そう考えると東京と青森は結構やはり離れてます。国道4号を全線走破する YouTuber さんとかもいますので、ぜひ動画とか見てみると良いと思います。はい、それではですね、今青森県庁の目の前を歩いているんですけど、ここの県庁もう少しまっすぐ行くと右に曲がったら先ほどの八甲通りに戻ります。で、その八甲通りをまっすぐ歩いたら今度海沿いまで出れますので、ちょっと行ってみようと思います。そこまでの映像を映しながら青森市の概要を簡単にお伝えします。青森市は人口約27万人、中核市に指定されています。青森市の交通事情の話なんですけど、本州と北海道をつなぐ路線の結節点であり、日本国内の物流とか交通における重要な場所となります。もう有名な船のね、青森港がありまして、函館港と結ぶ青函航路のフェリーが運航されています。鉄道だと新青森駅が東北新幹線の終点となって、そこからですね、北海道新幹線の起点となります。先ほど映像で映した通り、国道4号、7号も中心部で終点となって接続しています。また、市内の南西部には青森空港がありまして、便は羽田、千歳、伊丹、名古屋空港、神戸、国際便だとソウルとか台北があるみたいです。現在ね、コロナウイルスの関係があるので、ウェブサイトとかでその辺は確認してみると良いかと思います。はい、こちらの三角のビル、青森県観光物産館アスパムという名前で、このような感じになってます。公共施設とかオフィスも一部入ってますけど、お土産コーナーとか物産展、あとは飲食店、他にはですね、展望台もあるみたいで、そのようなビルになってます。中を簡単に映しましたけど、まずこのような作りになってまして、正面にはねぶた祭りティックなね、ものがあります。お土産コーナーはね、青森のホタテとかね、他には JA 全農青森と書かれてまして、奥には青森名産リンゴが売られてて、カウンターの下にはリンゴジュースが売られています。飲食店に一つラーメン屋さんがありまして、ホタテラーメン、しじみラーメンとかね、このように海の幸を味わえるラーメンがあります。はい、そしてこちら煮干しラーメンと書かれてます。駅前で食べたそばも煮干しだしだったので、青森はね、このようなスープが結構特有なのかもしれないです。今入ったアスパムには他にも様々なテナントが入ってました。ぜひ行ってみると良いと思います。それではですね、さらにまっすぐ進みますと、はい、青い海公園があります。ここをちょっと見てみようと思います。はい、こちら港なんですけども、ちょっと景色をお楽しみください。はい。それではですね、先ほどのアスパムが左側にありまして、その奥に橋が見えます。そちらの方までちょっと歩いてみようと思います。いやー、それにしても海沿いのおしゃれな公園ですよね。正面に見える橋は青森ベイブリッジという名前です。もう横浜にいるかのようなね、そんな気分になります。青森ベイブリッジの今下あたりにいるんですけども、奥に赤い建物がありますね。その辺までちょっと行ってみようと思います。はい、だんだん近づいてきました。で、こちらすごい芸術的な作りをした建物となってます。何の建物でしょう。正面までちょっと行ってみましょう。こちらねぶたの家ワーラッセという施設になります。青森市文化観光交流施設とのことです。ねぶたに関する資料とか、あといろいろな歴史が学べるみたいです。青森ねぶたといったらね、もう超有名なお祭りですよね。で、このワ・ラッセから、カメラを左に向けますと、こちら A ファクトリーというおしゃれな施設があります。ちょっと行ってみましょう。店内はこのようにリンゴジュース、とても美味しそうですね。さすが青森はリンゴが特産です。その他にもですね、カフェとか、あとはレストランが入ってる、そのような複合商業施設となってます。で、 A ファクトリーの手前にこちら小さな砂浜がありまして、ここでね、砂浜とかと海の水をこう楽しむことができると思います。で、正面にこちら白と黄色の船が見えると思うんですけど、八甲田丸と言います。正式には青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸といいまして、今は博物館となってるみたいです。青函トンネル開通後は青函連絡船は廃止され、海の町青森の記念碑にしようと1990年、青函航路の花形だった八甲田丸をこのように保存しているとのことです。はい、八甲田丸の話は終わりにして、最後に青森ベイブリッジから市街地を眺めて動画を終わろうと思います。以上、青森駅周辺を散策する動画でお送りしました。今後も街ぶらをどんどんやってきますので、よかったら高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴お疲れ様でした。